幻の牡蠣と呼ばれ、濃厚でクリーミーな味わいが特徴の渡り牡蠣や、旨味がぎゅっと詰まった脂の乗ったブリなど、海の幸が豊富な紀北町。自然豊かな紀北町の今年のチームは、町の部で8位入賞を目指し、チーム一丸となってたすきをつなぎます。合言葉は虫食ったるで。紀北町の方言で思いっきり速く走るという意味が込められています。1秒でも速く走ってチームに貢献できるように全力で頑張ります。次の人に少しでも速くたすきをつなげれるように頑張ります。自分の力を精一杯出し切り、最後まで諦めず走り切りたいです。個人では区間賞を取って箱根駅伝走れなかった悔しさを晴らしたいと思います。そして紀北町チーム8位入賞に貢献できるように頑張ります。町の部8位の入賞というところを目標に、選手一丸となって頑張っていきたいと思います。虫食ったれ紀北町。おー